ナビチャンネル。必ずお読みくださいと。はい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 。スペースメニュー。なんか音出なかったっけ？音って。うおー、ちょっと待って、おー、びっくりした。音量調整。オッケー。あー、じゃあやろう、漢字で GO。この噂のね、説明としてはまああれだよね、ネプリーグ的なゲームが遊べるっていう無料のやつですね。ヘルってある。やば。とりあえずノーマルやる。漢字GO。ゴー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 。やるか。わからん。おー、総問題数450問。改革。オッケー。ちょっとこれわかんない文字見た、文字出てきたら皆さんで考えてください。洋服。まあノーマルはできるんじゃない？丸さんもね、学校のパソコンでやってるってことなんで、まあノーマルのレベルはね。河原いいね。でもこれタイピングの練習になるから学生にはいいかもね。極力 OK。 いいねいいね。まあミスんないでしょ。おー、演出入ってんのいいな。おお、来た来た来た。ってか、メーズか。ネプリーグだな、これ、完全に。え、違うの？メーズ？え？メー、あ、ズらしい。メーズ、え？ちょっと待って、え？なんでこれ？待って待って待って、え？え？待って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 。え？あ、ごめん。ラが入ってなかったわ。ちょっと、恥ずかしい。ほう、なるほどね。失敗した時のパターン見たかったから。ヨウトンジョ。オッケー。送り仮名って、え、待って、ヨウトンジョ。あ、なるほどね。ヨウトンジョウね。ボンミスにも程があるんだ、さっきの。本腰。オッケー。京満の富。あ、京満。ちょっと難しいな。もう判定適度に変えてくれよ。これ何？院外団？院外団って何？知らない、この言葉。知ってる？さあ、残り。6問かな。小児科。これ小児科って読む人いそう。ああ、よかったよかった。よかったよかった。細胞ね。はい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 。はいはい。これわかる。カッパ。あ、わかんないよね、やっぱ。インガイダン。これは紙幣。オッケー。まあ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 、ノーマルなんでね。3文字して、ノリト。これ読めんのできるくない？これ、ノリトわかんの？いや、すごくない？どう？ノリトって出てこなくない？使わないしね。なんか来た！たそがれ。オッケー！じじい。まあ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 、どう？これ分かんなかったやつある？皆さん、院外団ってなんだ。院外団って俺知らないけど、分かる？オールクライア。あ、ちゃんと解説出るんだ。ノリトはね、なんだっけ、あの神事とか、言ったら、神社でのその神様の儀式的な時に、なんだろう、神主さんとかさ、なんかの工場のベルみたいな、自分でなんかこう、なんかいろいろこう言うでしょ、なんかそれのことノリトっていうの。雑だな。ちょっと説明ちゃんと読もう。分かんなかったとこ読むの大事。違うしないよ。極力方向剤。ふんふんふん。院外団は、国会議員以外の政党員で構成され、
議会以外で活動を行う集団。へえ。祝詞、神道の祭祀において神に対して唱える言葉。はいはいはい。まあまあ簡潔、文体、素字、書式、書式などに、固有の特徴を持つ。はいはいはい。なるほどね。黄昏、これでも黄昏はやっぱ中ちょっと中二っぽいけど、みんな知ってるんじゃないか。最後ね、夕方の薄暗い時、夕暮れ、あの君の名はでさ、君の名はで、君の名は、君の名で、なんか最後にさ、なんだろう、黄昏時にみたいな話があったけど、それで覚えてる人結構いるんじゃないかな。はい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 。あ、間違えたのは珍しい。あ、これね、珍しいね。あ、マイクラやってたら黄昏わかる。なるほど。はいはいはい。まあノーマルだったから、じゃあハードいきますか。こっから、あ、ノリとわからん。私もマイクラで覚えた。マイクラで覚える人多いな。さあエベリツ、総問数 670? ヒトデさんだ。 OK、 排泄ね。魚、貝類。はい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 。今のところなんかノーマルとの差はあまり感じてないけど、慢性的。さっきはね、ノーマルで一回ミスしちゃったから、指向性マイク。OK。今回はノーミスでいきたい。何これ？インゲン豆。豆。へぇ、インゲン豆ってこうやって食うの？知らなかった。そうなんだ。レベル3きた。解禁シャツ、開いてるやつね、前がね、襟が開いてるやつ。鳥口牛語、これ何？ゲイコウギュウ語、何これ。ゲイコウ牛語、これ何？これわかんない。何これ？あ、ケイコウギュ、結構惜しかったな。惜しかったな。ケイコウギュウコね。ケイコウギュウコ。大きな組織の下につくよりも、あ、マーノさん読めるんだ。すげえ。全然わかんないよね、これ。ケイコウ、あ、四文字熟語なんかさ、知ってるか知ってないかだから、これは知らねえわ、普通に。ちょっと暑いから冷房を下げますね。25度にしとこう。なるほど。さあ、一気減らしたけど。知らんて。こうでこだわること、必要以上に気にすること。知らん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 。まず左の文字のさ、読み方がわからん。いや、ちょっとガンガンいこう。いや、バルさん知ってる、すげえな。わかんねえわ。伝説、点数？え？あ、道路。え、待って。はぁー、マジで？あ、でい水なんだ。え？これ知ってた？電水じゃなくてでい水なの？え、マジか。え、知って知ってる人いんの、すげえな。マジで。これ知らない人多そう。ちょっとリトライしていい？知ってたの？マジで？マジか。まあレベル、
ハードモードだからね、一回ゲームオーバーぐらいは。危ない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 、指摘ね、危ない危ない指摘。柏市、何これ何これ、知らんて。柏市なんか近い答え言った気がするけど、知らんて、知らんよこれ、知らんて。知ってたこれ柏市。あ、ちなみに漢字は正直苦手ですね。もう漢字を直近10年ぐらい書く機会がなくて、すいません。はい、柏市、わかりました。なるほど、惜しいよね、惜しいとこまでは来てんだよ。え、言ってた、ひくつ。 OK、 丁寧にいこう。茶柱、なんかひらがなで言ってから余計に分かりづらいというか、まあまあそうだけど、ね、から心な、なんだこれ、え、なにこれ、あ、そ、空、なにこれ、なに、なにこれ、なに、空心菜ってなに、空心菜ってなに、ちょっと待って、ハードモードで結構つまずいてんの恥ずかしいな。え、空心菜知らないって。食べ物これ食べれるの、食べれなかったら分かんないよこれ。空心菜食べれなさそうだけど、あ、知らないよねやっぱ。空道う、 OK。 いやー、先がめぐる、 OK。 初めて聞いたよね空心菜とか。よし、レベル3まで来た。さあ、こっから勲章。オッケー、いいよ、めぐる、めぐか、オッケー。あれ、さあ、えぎるか。危ない危ない、危ない。こういうのあるよね、ちょっとパッと見でさ、わびる、オッケー。パッと見でちょっとこの漢字の意味を、なにこれ、わかんないてー。生産な状況とかの生産。すごい、すごいな、まる、すごい、読めんのすごいな。なんかさ、そもそもさ、この、まあ、右は3っていうものわかるよ。この右のさ、漢字の、右側の部分だよね。これ3って読むでしょ。まあ、そもそもね。でも左に関して、せいって読むの知らないからさ。せいって読むのを知らないから、もう生産は出てこないよね、これ。これまでの知識の蓄積だよな、これ。マジか。もう一回だけやらして、これ。やばい、他のゲームやる時間がなくなってくる。悔しい。もう一回だけやって、今さ、ハードのさ、ハード16もあるうちの、真ん中のさ、レベル3がクリアできてなかったと。だから、11問以降に差し掛からなければ、やめます。ちゃんとね、もう一回やろう。マジか。何回もやっちゃう、確かに。悔しいな、これ。OK?時期、時期、そ。知らん。そうもんってなんだ。一丁、あ、
デマイチュが好きです。デマイチュ買いました、袋のね。頭髪今回いいよ、今回テンポいいよ。レベル3総問題数910問。焦る興味ね、こんなの使う人いないでしょ。ホタル袋 OK、 これはままだね、いけそう今回。全川河原な、なにこれ、なにこれ、なにこれ、わからん。レンガまんま、レンガまんま、レンガ、まんま、レンガって怖いかマジか。なんかね、今日日に関しては、あの今日、明日の日、今日の日っていうことで、あの今日のことを今日日っていうんだよね確か。これまんまレンガなんだ、へえ、知らねえ。弾劾裁判なんだ。弾劾裁判。裁判官の免罪、なんて読むのこれ。お、やめてよ。解説のさ、文字読めないのやめてよ、本当に。裁判官のなんだこれ。なんたら免を決めるために、取り行う裁判。あ、わかった？いやー、そうだよね。罷免。あ、罷免。あ、すいません。知らない言葉の方が処理授業多い、確かに。分かる言葉で書けよこれ分かんねえよあ、これひどいって読むのこれ、非道のことをひどいって読むんだこれ、知らなかった。選挙 OK、 きたー。は、待って、はがね、はがねの錬金術師で覚えてます。おお、レベル4来た、初めてじゃないこれ。さあ、なんか怖そうなの来たけど、高バル、何これ、あ、高バ、違う、な、何これ、いば、違う、何これ、違うの、何、あー、マジかー、ここまで来てる。かさばる。確かにかさばってそうな文字だ、これ。確かにかさばってそう、これ。マジで。どうする？これどうする？悔しいけど。どうしよう。あ、ちょっとさ、わかった。わかった。ちょっと今回は、まず、ハードモードクリアできないっていうのもわかった。ちょっと最後にさ、最後に、このヘルってやつやって終わろう。あ、残機増やすとかもあるんだ。いや、残機増やすのちょっと、男じゃないな。最後、このヘルのモードやって別のゲームやろう。スイカゲームが待ってるからね。オッケー。あ、ヘルはレベル4からなんだ。レベル4、レベル5、レベル、え、ま、な、な、なにこれ、な、な、なにらか、白らかじゃないの、はじめから手鼻くじかれんのやだな。あ、ごめん、明らか言われてみればじゃない、これ明らかって、確かに明らかってさ、明るいの方のイメージなんだけど、あの左がさ、なんだろう、日で、右に月の方。明白の、確かに。なるほどね。わからんて。
さあ行こう。いや確かにこれ難しい、ヘルモード難しい。わからん。きたー、ソウジュン。わからんけど難しいね。ケイダイ、オッケー、これはわかるね。チョウ、長返事、オッケー。危ない危ない、時間で焦るわ、時間で。植物、植、何うつき、何これ、植物、何基礎植物、植物、何分からん分からん、何ウコン、ウコン、初見さんが教えてくれたウコン。もうちょっと早ければ、ちょっとこうガンガン教えてほしい、これ答えれる人。ウコンって読むんだ、知らんな。ウコン、確かに、うつのうに金でウコンか。なるほど、なるほどね。わからなすぎてちょっと笑えるな、これ。なにこれ、ネイセイジ、ネイコウジ、ネイカイジ、わからんて。ネイケイジ惜しい、ネイケイジ惜しいな、ネイケイジ惜しいな、出そうだった。もごめんだけど、これもう一回やらせてくれ。ちょっともう一回やったらなんとかなるんじゃないか。ちょっとやらせてくれ。これ一生できるな。頭おかしくなりそう。やばい。逆に一周回って頭おかしくなりそう。レベル4。ともえじょう。もうわかんない、これ。何わかんない。これ何、これ何わかんない。これ何、何これ、これ何、友情。絶対読めねえって。友情って読めるやつおかしいって、これ。都市や、村全体、村落全体を城壁で囲み、門を設けて外部と通じるようにしたもの。わかるけど。友情ね。ああ、読めてる人。ああ、なるほど。読めんのすごいな。確かに、ともえ。なるほどね。わからん。世界史出た。確かに。寄付。何これ？何？かぶれる？ちょっとわからん。あー、まあいいか。漆や薬品などの刺激で、皮膚が炎症を起こし赤く痒くなる。かぶれる。なるほど。言われてみればだね。知らないな。なんか言葉として知ってるけど、喋り言葉としてかぶれるとかって言うけど、実際漢字にしたことないパターンだ、これ。はー、マジか。揉める。いいよ。何これ？瓶。印？なんだこれ？何これ？教えて誰か！早く！何これ？何？瓶？何これ？わからんって。イカだ！これイカだ、すげえ読めて、なんで読めんの、おかしい、おかしい、読めんのおかしい、読めんのおかしい、読めんのおかしい。これはちょっとわからんな。惜しい、ラグか。まああれか、頼れないっていうことが証明されたな。ちょっとさ、いやちょっとこれ、いや別ゲーに移りたいところ。
あ、こういうカジュアルとかいろいろあるんだ。へえ。いやー、でもちょっとこれ悔しいなー。ちょっと何回最後って言ってやってんのか分かんないけど、最後にステージ、はい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 、まあまあまあ、ちょっと最後にハードやってこれも最後、本当に最後で別のゲームやろう。まだあと3本あるからね、ゲーム今日時間なくなっちゃう。レベル2やっていこう。これはわかる、さっき出たからね、インゲン豆答え出た。いいよ、防御これも大丈夫。いいよ、いけるいける、穏やか、いけるよ、調子いいよ。イコウドウオン、囲碁同音、えっ、いけい、えっ、幾同音か。いや、これはし、これはあれだよね、おな、あの同じ音だけど違う意味ってやつだよね。あ、違う、あ、違うんだ。あ、それ同音異義か。多くの人が口を揃え同じ内容を言うこと。へー、知らなかった。やばいなー。ゲーム天才、いいよ、いけるよ。粉骨、粉骨最新、さあ次へ、来た来た来た、カンケリエ、いいよ、いけるよ、ひでる、めでる、たける、めでる、はげる、はげる、ひでるだ、ひでるだ出た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 気持ちいい、由緒ある、いいよ。これはわからん。何これ。銀城主。きたー、あぶねー。銀城主。あぶねー。鉄火碑。鉄火碑。わからん。鉄面碑。鉄面碑。何？鉄面碑。鉄面碑か。鉄面、P だ！あ、分かってた！出た出た出たのに！鉄面 P 出たのに！口じゃ出たのに惜しいって！はぁ、恥を、恥とも思わないこと、ずうずうしいこと、鉄面 P。なんで P にしたの？火でもいいでしょ、別にこれ。なぁ、わからん。鉄面 P ね。鉄面 P。鉄面 P。鉄面 P、P、P。浴槽。口じゃ言えてても焦って打ち間違えちゃう。さあレベル4、残機1、これ1問目からしくるパターンじゃない？やっぱり。豆だもちじゃないのこれ。トウダもち違うの？わからんって、何これ。自分で言った通りになるのちょっと恥ずかしい。あ、ずんだ餅だ。これずんだ餅って読むんだ。ずんだってこういう感じなんだ。ずんって読めないって豆のこと。ねえ。わからない。いやー。さあ、じゃあ、いかがでしたでしょうか。いやー、面白いね、これ。ネプリーグってやってる人面白いんだな。楽しくやれてるんだなっていうのが分かった。ね、これね、漢字で5。ちょっと悔しいから、また、ね、
またの機会に、またのタイミングで、ちょっと、しないしない。またのタイミングでね、はい、やらせてもらえればなと思います。悔しいな、また、ちょっといろんなゲームやる回の時にこれやろうかな。悔しすぎるな、マジで。うわぁ。もう少しさ、制限時間の伸ばして、ちょっとみんなの答えを反映してみんなでクリアする形式にしたいな、次は。うん、これメモしとこう。制限時間伸ばせんのかな？うん。ちょっと次回は制限時間伸ばしてみんなでクリアする形式で、はい、やろうかなと思います。はい、じゃあ、モード選択。はい。ということで、漢字で GO でした。焦るね。焦るけど面白いゲームでしたというところですね。